皆さんこんばんは、えー。この遅い時間からですが、あのたくさんお集まりいただいて、えー、大変嬉しく思っておりますが、あの今日はたっぷりとあの話ができるのを、昨日の夜からも楽しみにして緊張してまいりました。またよろしくお願いをします。あの壇上からでまあ、多分飛ばないと思います。で、マスクの方を外させていただきます。よろしくお願いします。 先ほど太田副会長の方から、まあ、いよいよあさってごめんなさい15日には家ス公検定があるというお話もありましたけども今年の家ス公検定のテーマが徳川家ス公の平和外交というのがテーマになっているんですね。で その平和外交というふうに一括りにしてしまうと大変、範囲が広うございましてですねじゃあ、どういうふうにこう絞っていこうかと頭を少しずつ悩ましてはいたんですけれどもあの家康子だけの,その外交を語ってもですねこれはなかなか難しいとじゃあ、真に通っているものは何かといったら これは信長それから秀吉とずっと面々と続いてきた外交を彼が完成をさせたというところなんですけどもねその真ん中にあったのがキリスト教であったと外国との,そのどういうその要するに付き合い方をしていくのかというそれがやっぱり真にあったわけでしてねまあそのキリスト教というのをちょっと中心に話をしていった方がいいんじゃないかなということを考えておりました。 ただまあ,あの、いかんせん内容がこういう内容ですのであのやっぱり何,何を勉強したらいいかわからないという声も、まあ、ちょくちょくと私の講座のときにもそうなんですが聞いたわけ聞こえてきたわけですよねで。今日の講座はどんなことをざくっとです、ね、あの勉強していったらよいのかまた、どんなその真の部分が展開されていったのか。 その辺りを本当にざっくりなんですがお話をさせていただきたいというふうに思っています。あの <laughs> 戦国時代は大変ファンが多いんですね歴史のファンが多いんですけどもあのいろいろな大名戦国大名同士がいろいろなところでこう戦いを繰り広げていって誰が勝った誰が負けたそこで忠義の死が出てきた出てこなかったいろんなのが これはドラマとしては非常に面白いわけで「どうする家康」もまあほとんどそ,そういう展開でいくんですけどもね徳川家康公の真骨頂は何かといったらこれは秀吉が亡くなった後彼がねどうやって最後国をまとめていきながらその260年以上にわたるねそのいわゆる平和な時代の基礎を作っていったかその制度仕組みそれから今日も勉強します外交 治安。ね。そういったものがやっぱり大事なんですね。そこで彼は大政治家としての力を力量をいかんなく発揮していくわけです。だけどそこはドラマで見ててもそんなに面白くないんですね。だからやらないんです。取り上げない。そうすると徳川家康っていうのはどういう人間かという本当の理解っていうのがね、進んでいかない。 ね、今でも家康だけ嫌いだっていう人いますよ。それはね、あの、戦でずるいことやって豊臣を滅ぼしたじゃないか。ただ,ね、だけど、なんで豊臣を滅ぼさなければいけなかったのかっていうところまで、本当は深く掘り込んでずっと見ていくといいんですけども、これは経済、流通、その他、いろんなところで影響をていることが分かっています。だから、本当はそのあたりをね、勉強してからでないと。 語れません。あの、そういう意味で、一つ、えー、今日は、その外交の部分というのを見ていきたいと思います。はい。ここに映っているのが、これが、まあ、皆さんご存知の通り、徳川家康公と、これが豊臣秀吉ですよね。豊臣秀吉。この二人。で、本当は信長もつけたかったんですが、まあ、この二人が主にキリスト教と、 どういう退治の仕方をしていったのかが中心になります。で、ここに映っているこの絵は、いわゆる南蛮屏風と言われるもので、社会でどのような貿易が行われていたのかというのを詳しく描いた屏風絵です。ここにも当時のその貿易、交易外国との交易の細かいヒントがいっぱい書いてあるんですね。まあ今日はちょっとこの辺も見たいと。それから上は、これは キリスト教の要するに、えー、宣教師だとか修道士たちが捕まってで長崎で26名張り付けにあった事件が起きました26聖人殉教事件と言っていますがこれやったのは秀吉ですでなんでこんなことが起きてしまったのかということ、まあ、その辺も今日の講座の中身で少しずつ明らかにしていきたいと思いますまずね これがぼっとのっ一番最初に出てきます。この世界地図。ね。で、これ何かというと、まあ、世界の分割計画っていうのは実は15世紀の初頭にあったんですね。世界を2つに分けようと。で、どこで分けるかというと、ここにある黒色のラインがあります。あ、映ってないかな。 ちちょょっっとと見えなないいかかかもしれませんかねちょっと弱いかなここに黒色のラインがありますここでまず世界を二つに分けましょうということになったんですがなんでこんなラインができたかというといわゆる大航海時代の初めほら皆様ご存じのコロンブスコロンブスがねえ地球は丸いですよというそういう説を頼りに このイベリア半島というヨーロッパの半島がありますが、ここ。彼はもともとね、コロンブスっていうのはあの、スペインの人なんですが、まあ、スペインでは認められなくって、ポルトガルの国王から命令を受けてお金を出してもらって、大戦団を組んで、どうしたかというと、これまでアジアに行きたかったんですね。アジアに行くには、地中海を通って、 ここからアジアに入っていくしか方法がなかったんですが、地中海の公撃権を、その、ベネチアの商人たちが結構握ってたということで、非常に難しかった。で、じゃあ地球が丸いんなら、こっから地中海に出るんではなくて、大西洋を西に行けば、これは絶対にアジアに出るはずだろう。という仮説ご立だったんです。で、行ってみろ。ということになって、コロンブスの大冒険が始まった。 で、ここから出たコロンブスが最初にたどり着いたのがこの辺りなんですね。この辺り、キューバの付近です。あの辺りにたどり着いて着いた。ここがアジアです。アジアに着いた。ということをポルトガルの国王にも報告してるんですね。で、これは世紀の大間違いだったんですが、これはアジアでなくて南米だったんですが。で、そうか。 そうするとインドの方に行けるんだと。で、彼はね、これインドと間違えたっていうふうによく言われてる。その通りなんですよ。その時に捕まえた二十数人を、ね、現地民をポルトガル本国に船に乗せて送り換あの、送ってるんですが、彼らのことをなんて書いてるかというと、インディオと言ってるんです。インディオ。で、ここら辺で発見した島々を西インド諸島と言ってる。これは、 今でもそのまま使ってますよね。それからアメリカインディアンっていうでしょインディアンっていうのはインド人っていう意味ですからね。だからコロンブスの大きな間違いがそのまま現代でも使われてるってことなんです。で、これにはスペインも気が付いて、おすごいじゃないかっていうことで、どんどんと、こう、こっちの西側に進出するわけ。こっち側に進出してくるんですね。進出してくる。で、その時に、 たまたまスペインとポルトガルがこの辺りでバッティングすることも増えてくるわけでありまして、まあ、ここじゃ、もう、せめてね、あの、境界を作ろうではないかということで、スペインのトルデシリアスという街で、スペインとポルトガルの話し合いが行われたんです。その話し合いが行われたときには、すでにこの、 バスコダガマっていう人が、ここのアフリカの沿岸沿いにずっと冒険をして希望法を回って、このモザンビークまで達していたんですね。で、モザンビークからいよいよインドのゴアに行くんですが、あ、こっちからも行けるってことは分かってたんです。で、じゃあ教会を作ろうと言った時に、このトルデシラスのこのライン、この黒色のラインです。 ここを境に、こっから西はスペインに。で、ポルトガルはこっちを発見していますので、こっちをポルトガルがもらいましょうかというような非常に手前かっのな勝手なですね、分割計画を作っちゃったんです。これがトルデシレス条約。で、その結果、スペインはこっから西ですからどんどんとこっちに真相していって、特に、特に、この中南米、 スの辺りはスペインがほとんど支配をしましたよねインカ帝国を滅ぼしたのも彼らで今この辺りの南米の国々の多くはスペイン語を公用語に今でもしていますところが1箇所だけここの取手シラスの東側にあるここの地域だけはこれはポルトガルが入ってきましたこれどこかブラジルですよブラジルだけは ポルトガルが入っていって支配したもんですから、今でもブラジルはポルトガル語ですよ。その違いがあるんですね。これこういう大きな歴史的な経緯から。で、さて、こっちから西にどんどん進んでいったスペイン人たちは、そのうちにマゼランが出てきて、マゼラン、マゼランってのは軍人なんですけどね、この太平洋をこうぐーっと行ってインドに到達しようと考えたわけです。だって地球も悪いんだから、 これ一本しか線がなければ、ポルトガルはどんどん東に行く、スペインはどんどん西に行けば、どっかでぶつかりますよね、これ。で、実際ぶつかったんです。スペインはどん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 、西に西へと進んでいって、ちょうどこのインドネシアの、今これは、あのー、 スラベシと言ってますが、僕らの時はセレベス、セレベスと、僕はちょっとインドネシアに似たもんですからね、セレベストと言ってましたが、今スラベシと言ってますね。スラベシとニューギニアたりの諸島、ね、この辺を香辛料諸島とも呼んでいるんですがね、モルッカ諸島と言います。この香辛料欲しくて、この辺りで、この辺りでスペインとポルトガルが激突するんですね、衝突を起こしちゃう。これはまずいなということで、これは やはりローマ法王が仲裁に入って今度はサラゴサという町でまたポルトガルとスペインによる話し合いが行われてもう一本ラインを引きましょうかでポルトガルがこの黒からこの緑の間は全部ポルトガルでこっち側の大西洋を進んだアメリカとこのオーストラリアの一部この辺りまでをスペインが領有しましょうという、うん。 勝手な取り決めをしたこれがサラゴサ条約というんですよねはい、えー、ちょっと見ていきますねそうするとこっちがスペインでここがポルトガルアジアにはね大変魅力的なものがあったという事実があるんですがまあ世界の知識的なこういう地政学的な認識がまだ薄かったんでしょうかこれではポルトガルがものすごく得をしましたよね この段階ではねスペインが損をしてるでスペインはこのモルッカの海峡の争いでこれを譲りました譲ったけどももともとの線よりもちょっとこっちがで譲っときながらスペインはもうポルトガルにほとんど利権を奪われていたもんですからここの高清領諸島モルッカ諸島から少し北側にあわってフィリピンを手に入れます。 フィリピンは何ポルトガルの方の中に入ってるじゃないとよく言われるんですが、ただフィリピンには、その魅力的な香辛料だとか、そういうヨーロッパ人が欲しがる産業資源が乏しかったんですね。だから、まあいいよいいよってことになっちゃったんだ、ね。だから、フィリピンだけはスペインが入ってきた。だからマニラでも、いろいろな、その、境界が残っていたりしますが、これスペインのものが、 残ってるんですスペインのものが残ってるんだねあのフィリピン人っていうのはその南の方では中華中国人も入ってましてねその中国やスペインそれからそのフィリピンにもともといた原住民の人たちとの要するに根血が生まれてきていますでフィリピン人っていうのは結構まあこのこと言うと失礼かもしれませんが あのヨーロッパ系の美しい顔の人もいる彼,彼女たちはどうもスペイン系との根血で生まれてきているということが分かっていますがフィリピンはスペインが手に入れたつまりねここで一つ理解しておいていただきたいのは東南アジアアジア日本中国ほとんどポルトガルがやってきた日本に鉄砲もキリスト教も伝えたのはポルトガルですよ これはマラッカ海峡をポルトガルが支配してこの条約によって自分たちの利権の地域であるという意識のもとでどんどん進出できたからです。だからこのトルデシリアスとサラゴサ条約という二つの条約は非常に勝手な条約ではあったけどもこの当時ポルトガルがこの地域に進出してくる一番のきっかけになったんですね。だからこれも大事なんですよということであの一つ 捉えていただければ試験の時にちょっと役立つかなと思いますがはいもうちょっと見ていきましょうトリデシラス条約とサラゴスでこの状況の中で日本は戦国時代の真っ只中だったんですはいちょっと見ていきますはいこの世界外分割計画ができましたポルトガルスペインだけどこの2つの国が勝った 勝手にやってんじゃないのかということで当然反発をしたヨーロッパの国々もあります特にイギリスからオランダフランス特にイギリスは強い反発をしていたでこの国は何かというと宗教が違った宗派がキリスト教の,、まあ、こ,のあこのあたりの話はまた後ほどしますがあの イギリスはね、1588年にスペインの艦隊と戦争しています。無敵艦隊と言われたスペインの艦隊を破ってるんですね。それ以降アジアへの進出を強めてきますが、もともとこの勝手に、この2つの国で決めた条約、勝手な条約に対しては批判的だったんですね。で、もうそう言ってその力がだんだんポルトガルスペインからなくなっていくと、 次第にこのトルデシラス条約、サラゴサ条約という二つの分割計画はなくなっていきます。消えていきます。ですか。ね。さあ。で、これらの国が、じゃあ、アジアを欲しがった理由は、これは、ものすごく魅力的な産業資源が多かったからだと言われている。まあ、これは何かというと、インド、アフリカ、東南アジアの国々。ね、ここが欲しかったんです。 で、何かというと、一番最初は綿花です。綿花、綿製品のもとになる。それから何と言っても香辛料。これ彼らにとっては香辛料っていうのはもう本当に欲しかったんですよね。それからあと鉱物。鉱物ね。亜鉛のようなもの。それと人間と書いておきましたが、実は人間は産業資源の一つと考えられていて、ね、どんどんと奴隷として、この インド、アフリカからヨーロッパに、東南アジアからもヨーロッパに連れて行かれています。日本も今ざっとそれを研究している人たちが見えますが、ざっとですよ。50万人ほどこの50年、60年の間にもう奴隷として連れて行かれていた。その様子を知ったのが秀吉だったんです。で、秀吉は激怒したわけですよね。こんなバカなことがあっていいものか。ということで、 その対外国に対して急に強い態度に出るようになるんですがまあこの人間なんていうのが奴隷として連れて行かれていたこういった現状がありますよとその中で初めてポルトガルが日本に影響を及ぼして一番大きな出来事はこれは中学生でも勉強します鉄砲の伝来これ1543年ちょうど家康公が大生まれになった翌年鉄砲が伝わってきたんです。 ね、あのそんなふうにして自分はまあ大体今頭に入れてるんですがこれが最初に種子島に伝わった時の珍しい鉄砲ですでこれはね実は愛知万博の時にあの展示されてたんですねで僕はこれ見てきましたけども、まあ、今の鉄砲なんかと比べると非常にスマートなんですね重心こうここのも取っ手の部分が スルンとしててて長いいい筒がついているでなんでこんなスマートかというと非常に原始的な作りなんです火薬を詰めて玉、まあ、と火薬を詰めてそしてあの火種をつけといて最後ガチャンと落とすだけですよねほと中で爆発してバーンと玉が飛んでいくという非常に単純な作りだったんですけどもまあ当時日本人はこんなものを使ったこともなかったのでおそらくびっくりしたんでしょう ね、種子島にはそれ以降戦国大名たちがたくさんこの鉄砲というのに興味を示してそれを欲しがるようになるその窓口になったのがポルトガルだったんですポルトガル鉄砲で大声を消したんです最初、ね、さあこの中で最も大儲けをしようとしたけどもうまくいかなくなったのは日本の鉄砲 鉄砲の技術ですよね堺とそれからまあ近江国の国友村っていうのは有名なんですが多くの鉄砲火事職人が出てきましたこのくらいのものならできるじゃないかということで鉄砲火事職人がそれぞれ競って例えば命中率のいいものから簡単に玉米から発射までできるものいろいろ工夫しながら 優れた日本の鉄砲を作っていったんです。ものすごい勢いで。ねえ。ただね、この鉄砲の中でもね、まあ詳しく読んでみますとね、一つ日本では手に入らないものがあった。これは何かって言ったらこの撃鉄の部分です。ボーンと行く。あの部分はどうも真鍮を使わなきゃうまくいかなかったみたいなんですね。で、その当時日本はね、まだね、真鍮を生産、たくさん生産する技術が どううもななかったようなんですねでその真鍮を合金として作るのにも日本にはない鉛が必要だったということですよね。あのそんなことで、えー、まあその撃鉄の部分も含めていやこういうものが手に入れば俺んとこはたくさん鉄砲を持つことができるなと考えたのが 織田の中だったんですねもう一個日本になかったのが、これをバーンと爆発させるための火薬ですよ。この火薬は、まあ皆さんもご存知のとおり、黒色火薬と呼ばれている火薬。で、あれは非常に発火点が、あのー、低くって、まあ、バーンと早く発火して、しかも爆発力が強い。あのー、どんなもんからできているかというと、大体三つの原料を使うんだそうですよね。あのー、一つは、日本でいうと木炭。 木炭に硫黄を混ぜて、そして7割ぐらいは、昇化、あの、硝石、硝酸カリウムだったかなあれを混ぜるんですよね。そうすると、いい火薬ができる。これが黒色火薬と言われるもの。その中でね、日本にはね、硝酸がまだその当時なかったんです。硝酸っていうのは土の中かで、中の方で、生成されてるものなんだそうですが、なかった。だから、 肝心な鉄砲を作っても、それを発射させるための黒色火薬が手に入らないと、これは、まあいわゆる使い物にならない。まあ玉も、鉛の玉もそうなんですけどもね。で、そういうのもたくさん欲しがって外国との交易に臨んでいったのが織田信長であったということなんですがね。ちょっと見ていきましょう。そして、 それを、たくさん我が方に手に入れるために、うまく利用しようとしたのがやっぱり信長だったということで、1549年、キリスト教の伝来。この年はね、徳川家康が何歳の時かというと、8歳の時、あの、小田のところに人質に出ていたのが、寸府に送られていった、その年ですよ。ね。まあ、私があえてこういうこと言うわけですから、よく記憶しといてくださいね。 で、<laughs> あの、その時にキリスト教が伝わってきた。で、伝わってきたキリスト教ですが、これ誰が最初に日本に伝えたっていうのはご存知ですよね。はい。この方。と言ってもこれはあんまり見たことないでしょ。これフランシスコ・ザビエルですよね。で、ザビエルがなんでこの銅像を出したかというと、どこに、日本のどこに来たと思います、最初。 鹿児島なんですよね。本当はね、ザビエルずっと読んでみるとね、これも、ええー、そうだったんだと思ったんです。中国に行く予定だった。中国に寄ろうと思ったけど、その時にものすごく大きな嵐にあって、自分の一緒に来ていた弟もいたんだそうですが、あの、船が動かなくなったのか、沈んだのか、大変な思いをしてね、そこから風の吹くままにずっと来た時に、鹿児島にたどり着いた。 でこれは神のお導,お導きだと。実はその時にザビエルを案内していたのが、あの、なんとか次郎という名前の日本人、それが、えー、マラッカ海峡のマラッカのあたりでザビエルと知り合って、日本に興味を持ったザビエルが日本に行きたいと思ったらしいんですがね、彼のふるさとが鹿児島だったんだそうです。で、その、安次郎か、安次郎と一緒に、 ザビエルは鹿児島に上陸したんですだから鹿児島、安次郎の親族はみんな大歓迎そしてその他の人たちもザビエル一行を大歓迎したんですね。これがね、1549年、ザビエル。で、ザビエルはこの時に漁師の,領主の、ね、島津さんとも越見ができています。でねで この人はイエズ・ス会という会の宣教師なんですが彼はそこで大歓迎されたということであの後日、ザビエルが残している記録の中にね日本人というのはもう本当に数ある民族の中でもね特に最も優秀で理智的な民族であると私たちを最初から迫害しようなんて思わずによく話を聞いて上手に対応してくれる民族なんだということをね彼残している。 で、島津さんもザビエルを受け入れた。そのために、九州の方から、このザビエルが、どん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 、布教を進めていくことができるようになったということですよね。はい。まあ、このイエズス会っていうのはよく使われます。昔はヤソ会って言ってましたよね。イエズス会イコール、日本語ではヤソ会と呼ん,でるに呼んでいたんですが、これはどういう会かというと、ローマカトリック教会の中の、 いろいろな会派があるんですが、男子の修道士たちが作っている会をイエズス会と言っています。男子の修道会。で、もう一個ね、フランシスコ会っていうのも男子の修道会でありますのでね、これはあの、二つとも同じような目的で活動をしてるんですが、イエズス会の方がどっちかというと、反プロテスタント、プロテスタントに対して全面的に戦ってきた連中だと。 いうふうに思った方がいいと思いますがね。まあ、あのイエズス会っていうのはそういう会だったんですね。当時のローマカトリック教会っていうのはね、実はヨーロッパの中でも十字軍で遠征で成果が上がらなかったのがもうずーっと続いてましてね、非常にカトリック教会の中が生んでいたんですね。で、ヨーロッパのあちこちのカトリック教会は何があったかと言ったら金儲け主義に走っちゃったんです。 でどんなことをやったかと言ったら、あの、まあ、美しい女性をとつかまえてきては、お前は魔女だろっていうふうに拷問するわけ。で、魔女だって答えるとみんなの前で火炙りにして殺しちゃうっていうのはね、魔女裁判なんてこともその時にあった。そんで、魔女,魔女やそういった一族になりたくなければ、この教会から出す免罪符を買えと、罪を免れるぞということで、高がこの金で免罪符を売ったんですよね。 そんなことがやっていれば、これは批判を浴びるのは分かってることです。で、ヨーロッパのあちこちでそれに対する批判が出てきて、特にマルチン・ルターからカルビンなんていう人たちが、反ローマ・カトリック教会の運動を立ち上げ、宗教改革っていうのが起こってくる。その中で生まれてきたのが、プロテスタントと言われる一つの教会の福音派と言われてますよね。あの連中なんですがね。 彼らと対峙したのがイエズス会。で、イエズス会は一生懸命、その、キリストの教えっていうのをね、もう正面から一生懸命こう解きながら、プロテスタントがこれ以上広が,ない広がらないように頑張るんです。その結果、ヨーロッパ全体ではね、プロテスタントはそんなに広がらなかった。だからどうしたかというと、みんな船に乗って、新天地であるイギリスに渡っていったんです。で、イギリスはプロテスタントの国家になったんです。 そこからアメリカに渡ってきた連中が、ね、最初にアメリカ移民になった連中で。ね。だアメリカはプロテスタントの福音派が多いんですね。多い。その今代表格は、あの政治家がトランプさん。トランプさん。彼らはもう厳しい戒律の中で生きてますよ。 だから人工中ですは反対だっていうようなことを出しちゃって今の時代に合うのか合わないのかはアメリカ人が判断しなきゃいけませんけどもそれはこの時のプロテスタントの教えがそうなってたからですそういう歴史的な経緯があるんですよってことをね今日ちょっと理解しといていただきたいと思いますがでイエズス会のだから一生懸命熱、ね、心に布教したわけで信者を増やしていったで特に 九州ではキリシタン大名が誕生するまでになってきます。つまり、キリストの教会の洗礼を受けて自分こそが信者ですという、そういう大名までを出てきた。これが一方のキリスト教の広がり、伝来と広がり。もう一個は、鉄砲をなんとか手に入れた、作った黒色火薬が欲しい。 輸入しなきゃしょうがないこの2つをどういうふうに政治家が取り入れていくか戦国大名が取り入れていったかここなんですこれ一番上手にやったのが信長だったんだごめんなさいちょっとこれだけやっぱりやっておきたいあのー、そのキリシタン大名っていうのは洗礼を受ける大名が出てきましたけどね、あのー、どんな人がいるかっていうのがね あんまりか、こう、具体的じゃないもんですからね。ちょっとざっと出しときましょう。大友総理から大村澄武、これは長崎、有馬春信、この三人は九州のキリシタン大名ですが、高山右近とか小西秀永我門は関西、京都の方のに近くの周辺の大名たちです。つまり、九州の北部の方で広がったキリシタン大名は、 豊臣秀吉の配下であったということもあって、大阪との行き来から大阪の方にもそれが伝播して、あの、近畿、ね、特に、ま、京都を中心とした地域でキリシタン大名ができてきた。という、まあ、このくらいの方たちは覚えておいていただくといいかもしれませんが、あの、特に誰か言いなさいなんちゅうのは多分出ないんじゃないかなと思いますが、だいたいこういう問題は意地悪でね、あの、 違う人を選びなさいみたいなのが出てくるよね。うん、気をつけてほしいと。僕はそういうの嫌いですからね、そういうことは多分しないね。あのー、<laughs> 本当かな。ということで、で、この中で特に熱心だったのが、大友総林と大村澄太郎、有馬春信。この三人はね、九州の中で非常に熱心なキリシタン大名だった。で、よくほら、 四人の天王の少年施設をローマに派遣したって、これは有名な出来事ですよね。この四人は、この三人のキリシタン大名の名代として、ローマに派遣されてるんです。いずれの子たちも、まだ最長年齢が14歳だったって言うんですが、アリナ・ありまはの、 国で作っていた、教会で勉強、修行していた子たちです。その中で優秀な子なんですが、全部、大村澄みただや、それから大友総林の <laughs> 子供だったり、老いだったり、そういう大名家の子たちです。だから非常に身分の高い子たちだったんですね。で、彼らをバリアーノという、あの、その当時の宣教師の代表が、 ぜひ、この3人にね、施設をローマに送りましょうと。ね、で、ローマ法王に越見させましょうと。で、それはまあ狙いはね、3人は当然、はいいですなということで送ったんですが、狙いは、とにかくローマから、ローマ法王から、その、日本での宣教活動に対する支援をもっと取り付けようとしたこと。それから、この子たちは優れた子たちだったですから。 徹底的にヨーロッパの優れたところ、いいところをどんどんとこう教え込みながら日本に返して熱心な宣教師になることが目的だったんです、これ。で、この4人送ったんですけどもね、途中でね、秀吉が禁教令出しちゃった。で、1582年に派遣されたんだけど、結局帰ってきたのが、あ82年じゃねえな。 八十何年だったかな。まあこその、僕もちょっとはっきり覚えてないけど、八年後に帰ってこれたんですね。で、その時にはもう近況令が出ていて、あの、日本に帰れなかったんです。それを何とか無理っ子が帰ってくるんだけども、帰ってきた彼らはね、悲惨なもう、ま、まあの、末路をたどります。近況令出てましたから、何ともならない。中にはもう奇、気教つまり、キリスト教を辞めるというところまで追い込まれる子も出てきた。 知事はミゲルなんていうのはねひどい拷問を受けますよ日本で足を縛られて掘った穴の中に逆さづりにされるんです何日間もでキリスト教やめろっていう拷問を受けるその時に血が上に溜まっちゃうと死んじゃうもんですからもう一回読んだ本の中ではこのこめかみと耳に穴を開けて血を出すんだそうです それが最高の苦しみだそうです。ねえ。で、彼はその中で結局、キリスト教を捨てることができずに命を落としていきます。そんな悲惨な最後も遂げるんですけどね。まあ、こういった、ただ彼らはね、日本に何持ってきたかというとね、グーテンベルクという人の作った、発明した印刷機を持ってくるんです。日本に帰ってきた時に。で、活版印刷が、 まあ、あの木版印刷がその後に徳川家康が京都でやらせますけどもそれよりも先に活版印刷ができるようになってたんですねでそこであの日本語に翻訳した聖書を印刷したという、ね、あの印刷機の記録も残っているんですね、まあ、そういったことも彼ら4人が日本にもたらしたものでもあったわけですが、ね、最終的には悲惨な最期を遂げていくということになります さああじゃあ信長の外交ですがあの信長にくっついたのはこれはザビエルではありませんザビエルの部下だったルイス・フロイスというねこれはね大変優秀な優秀なちょっとでもね あの他の宣教師の記録を読むと、ザビエル、あのフロイスというのは思い込みが激しくって、非常にかたくなな性格でとか、ね、いろいろ悪口が結構書いてあるところもあるんだけど、彼はもう徹底的に信長にくっついて、そして日本のかっちこちを回りながらね、日本の様子を調べるんですね。まあ、それを本に残して、そしてその本をローマ、ローマの法王に送ろうとしたんですがあまりにも、 細かく書きすぎていてそれをどんなものを送るかと読もうとした上のものがめんどくさがってこれはバリアーノなんですがめんどくさいからもういいしって言ってもっと簡単にせよって言われたのをこのまま送りたいと粘って対立をして結局送れなくなってしまった彼の記録があるこれが日本史になるんですけどねルイス・フロイスでこの人は A66 年ですから、1563年、ちょうど、家康公が岡崎に帰ってきたのが1560年ですから、ね、その3年後、まあ、一個一気が終わったあたりですかね。その頃に、ルイス・フロイスは長崎に上陸しています。で、それから、6年後になりますね、ちょうど信長が、この年になると、 正午足利義明を報じて京都に入ってきます。で、え五、ー、所を直したりしながら、自分も二条五所、二条条、一番最初の二条条。二条条っていうのは、信長の時代と、秀吉の時代と、家康の時代があってね、今残っている世界遺産の二条条は、家康が全部作ったものですから。これはね、秀吉さんが作ったなんて、もしも京都の人がいたら、それは間違いだよ、バカ。とこう言ってあげてください。これ家康さんが作ったん。 でねその信長が最初に二条城を作っている時の建築現場でルイス・フロイスは信長に謁見することができたと言われているこれねで急速に近づく信長はこの何でも知っているこのヨーロッパ人を大変気に行ったんですねもっともっと話を聞かせろでフロイスは信長に 接近しながらヨーロッパの事情をさまざまな事情を信長にお話をしていくんですが信長はフロイスを徴用して彼はオルガンティーノという人と一緒に信長に認められて布教活動をどんどん行っていったんですねはい、これが信長ですこのフロイス付きのねジョバンニ・ニコラウという初期官がいたんですこの人は何かというと今でいうと特派員新聞記者なんです 当時カメラがなかったもんですから、どういう人が新聞記者になったかというと、この芸術家がなるんですね。スケッチの上手な、デッサンが上手な。で、本当に日本の人物画だとか、主なね、それから街の様子だとか、城の様子やなんかも大変細かくデッサンして本国に送っていたと。で、このジョバニー・ニコラウが信長に安土で越見した時にデッサンした絵がこれです。 まあこれ、あの、明治になってね、あの、山形県の天童市の三宝寺という、まあ実は織田藩だったんですけどね、明治まで。織田藩の五大寺である三宝寺の御霊屋、ずっと位配堂です。その一番奥にこの写真、絵があったっていうのを見つけたんですよね。で、それを写真で記録しといたのが数枚あったんだけど、今残りはこれ一枚しかありませんっていうのがね、 散歩寺でこれはね1 5 6年前だったかなあの歴史研究私が通っていましたけどもそこでそれが発表されて驚いてで見に行きましたけどねたまたま無住所を受けて写真撮らせてくれましたそれがこれですであの南蛮貿易彼が、まあ、こういう顔だったということですがこれ初めて見られる方いますかおおむね見られてますかね 初めて私この信長さんに会うわっていう人はちょっと手を挙げてください。ああ、そうですか。はいはいはい。今日しっかり焼き付けておいてください。で、これはまだ学術的に本当かどうかっていうのはまだ解明されていませんが、天童誌の教育委員会は間違いないというふうに言ってます。はい。どうですかあの、印象。大体いい予想通りだわって方はどのくらいいらっしゃいますか信長の予想通り。予想どっちあ、やっぱりいらっしゃるよね。それきっと古い人。 僕も予想通りだったんですけどね <laughs> あのー、ちょうどね昔の尾形健家なんかがね大河ドラマで秀吉やったのがあったでしょ太閤記だったかなあの時に織田信長やったのがね高橋光二さんという役者がやってた神経しそうな顔したあの方に顔がよく似てるんだよねだからこれ見た時に高橋光二そっくりだなと思って見てたんですがだから高橋光二って言ってもこの頃皆さんだったら多分通じると思うんだけど この頃普通の講座でやってもあんまり通じなくなってきたんだよね。で、これね、鉄砲に必要なね、鉄砲を結構こう、もう彼は作らせてたんです。何が必要だったかって言ったら、決定、徹底的に国籍解釈はなかったっていうこれを優先して自分のところに入れたい。そのために、ルイス・フロイスを信長は活用したんです。 どんどん布教していいぞ。どんどん教会も作っていいぞ。で、ルイス・フロイスの声がけで、ポルトガルの商人たちも、信長だけにはどんどんと必要なものをこう入れていったということですよね。だからこれ、黒色火薬が欲しかったんだ。鉄砲はもう日本で作ってた。日本の火事技術っていうのはすごくってね、その伝わってきてから日本が作り始めて、でもう、 あの、関ヶ原の合戦の頃、日本にはね、15万町から15、18万町の鉄砲がある。この間なんか NHK でやってた時には6万町7万町って言ってあんなん大細だ。15、6万町あった。それは日本史のそういった細かい資料の本にも、私が見た中でも出てきます。全部の日本の国内合わせるとね。で、しかもその鉄砲が非常に性能が良かった。雨でも打てるという鉄砲まで開発されていた。 にも、それから射程も長くなる。から命中率も良くなる。これまで輸入に頼っていたヨーロッパの鉄砲よりも、はるかに性能のいい鉄砲が、ね、ヨーロッパの最強の国、スペインやポルトガル、特にスペイン、ね、えー、持ってても4万兆から5万兆という時代に日本はすでに14、5万兆あった。世界最大の、これは鉄砲保有国になっていた。しかもそれらが、 全国の大名が欲しがって集めてたでしょ鉄砲隊が非常に訓練されて、集団でバーンと打つこともできたっていう。それを目の当たりに見てるわけ、ポルトガル人たちが。だからこれは日本とやっても勝てないよ、と。いう結果になってくんですけどね。まあそのもとはこのノブナが作っていった。鉄砲に必要な黒色火薬。で、このためにキリスト教を容認しながら、この手に入れていった。 で強くしてたんですがもう一個はね既存の仏教勢力を信長が嫌ってましたね特に比叡山それから真言宗の高野山も含めて既存の勢力っていうのは、うん、都に出てきてはいろいろと要求したり文句を言ったり、ね、圧力をかけたりするそれを大変彼嫌ってたということでまあこの時には信州も嫌ってましたよね一揆を起こす石山本願寺。 石山学院では一期の命令も出してましたからね。だから本当はお坊さんのやることじゃないだろうっていうのが信長の。だからそんな仏教勢力のことなんか聞くかい。で、それに見せつけるようにキリスト教を保護していったということ。そういう一面もあったというふうに書く研究者もいますが、僕もそう思います。ね。さあ、これが先ほど出てきました、その当時の 社会における南蛮貿易の絵ですが、ここにポルトガル船が入ってきています。大きな船です。補船で入ってきて、いろんなものをこう持ってきています。えー、ちょっと見にくいかもしれませんが、例えば、この辺に色の、肌の色の違う人たちが見えますか皆さん。黒人がいるんですよね。で、黒人の連中はね、 みんな足元を見ると靴入ってません。これ奴隷として連れてこられている。奴隷です。黒人奴隷がはっきりここに書いてあるこれか。傘を差してるのもそうです。黒人奴隷です。それからもう一つはね、何か生き物をこう運んでる。珍しい動物もこの頃ヨーロッパのものが日本に入ってきてます。 それから動物といってもこの犬,犬もそうですね輸入されて犬が結構多かった、うん、でこれは兼食用の犬っていうのもありましたよだから日本人はこの中世兼職やってましたのでね犬も食べてましたのであの、まあ、犬も輸入されるまあだとか馬だとかこの辺はそうかもしれませんねいろんなものがこう ここで取引されてるって様子が、まあ象徴的に書いてあるんですが、はい、これが南蛮屏風ですよね。さあ、なんといっても、これは、ポルトガルから伝ってきた、まあ、要するに、携帯用の鉄砲というのも、この頃できてたと。こういうのも欲しがってたんだよね。はい。まあ、こんなのが入ってきてましたよ、と。さあ、ちょっとこの辺の様子をまた後で。 アップして見てみます。いいですかよく見てください。なんか気がつきますかこれは宣教師たちなんですよね。宣教師たち。信長に近づいたのは、この中で黒い服を着た宣教師たちです。これがイエズス会です。ところが、そうでない宣教師もここに描いてありますが、わかりますかね こっちら灰色の服ね。これが秀吉に近づいていったんです。はい、ちょっと見ていきます。南蛮貿易とキリスト教のバランスを取りながら、秀吉もどんどん貿易を盛んにしようとしていました。で、信長の次に秀吉が天下人になっていったときに、 ねえ、フロイスたちのイエズス会はどっちかというと礼遇をされ始めるんですが、まあ、さほどでもなかったんだけど、さっきのこの絵の、この灰色の服を着た連中、これがフランシスコ会という、こっちの連中が同じローマカトリックの修道士の会なんですが、秀吉にくっついていた。た。 彼らの残した記録の中に、秀吉様がこの世にいる限りは、私たちは安泰だ、みたいなことが書いてあるぐらい大事にしたんですが、よほどのものをいろいろ貢いだんでしょう、きっと。ところが、そんな秀吉ですが、九州を制圧した頃、最後、島津を屈服させて、九州征伐に成功した秀吉が九州にいました。 その時に受けた報告が、長崎のこと。長崎の大村スみたダは、熱心なキリスト教、キリシタンであった。が、ために、長崎の地をキリシタンの教会に譲った。まあ、全部が全部か、その辺の細かいとこまで私はちょっと調べてないんですがね。で、その権利権を得た、クリスチャン、あの、キリシタンたちの宣教師たちは、 ねえ、自分のキリシタンになった人たちを命じて、日本の古来からの自社仏閣を破壊させたんですよね。で、長崎に教会を作った。ばかりか、先ほど言った秀吉は日本人奴隷の存在を知った。これは、主に九州のキリシタン大名、並びに、その周辺の者たちが、やはり、 鉄砲及び国色火薬ですよね。あれが欲しいために、その引き換えに商人に命じて高く購入してくれる、引き換えてくれる日本人の奴隷を売ったということなんですよ。バカな話はな、ね、い。で、しかも日本人の奴隷って言ってもね、まあ当時の記録を見ると若い女性ばっかですね。若い女性ばっか。日本人ってのはやっぱり美しかったということで、ヨーロッパ人からも大変 で売れたって言うんですけどね、バカな話です。で、その女性と子供が売られていった。ね、で、秀吉はこれ、激怒しますね。激怒して、で、こういうけしからんことやるバテレンたちは強せよと。バテレンというのは何か天に伴う連中、つまり修道士だとか宣教師の人たちのことをバテレンと言います。バテレンというのは 一般のキリシタンの信者たちのことを指すわけではありません。そういった宣教師だとか修道師のことをバテレンと呼んでいますから、皆さん誤解しないようにね。ただね、時々ね、まあドラマではあんまりまあバテレンなんて言わなくなったと思いますが、前の古い映画やなんか出てくるとバテレンめーってやるときあるけど、あれは普通のキリシタンの信者に対してこのバテレン、バテレンと呼ぶときがあるけど、あれは間違いですよ。バテレンって言ってるのはこのときだけです。 でこの時でそ,のそういう宣教者とか修道士のことを指していますこれ追放令出したんですがねこれがまあなかなか面白くてねキリシタンのバテレン追放令っていうのは実際に出てるんでここに定めがあってね日本は秦国ってか、ね、神国たるところって書いてあります日本は秦国たるところによっててですねだから日本は真神の国であるから ね、その次に出てくるのがね邪衆で出てきますよ邪衆を欲しいまま日本に持ち込むなってことが書いてあるんですねちょっとこれをねあの翻、ー、刻したものをちょっとお見せしますとね日本は深国たるところねキリシタン国より邪法を授け総浪義ね持ってねそれは叱らざるべからずのこととこう書いてあるつまり 日本は新国の国なんだから、キリシタン国から邪州を持ってくるなんていうわけね。一丁目一番人これをボーンと書いた。で、まあ、いや、なんか結構厳しいことやったな。で、1から2、3まではね、そのキリシタンというのがいかにひどいことやってるのかずっと書いてあります。例えば、その国軍にね、あるね、治療等の9人たち、これ9人というのは武士たちですよ。ことものに彼らも、 漁師、ね、の代わりに彼らを好きなように動かしているじゃないかとバテ,バテレンたちがだってキリスト教の信者になった武士たちはたくさんいたわけでねそれは宣教師の言うことを聞いて動きますよ三河一子と同じですよ家康の言うことを聞いたんじゃなくってねあのだから仏様要するにあのお寺のご住職の言うことを聞いて動くわけですから。 同じで,すでね、これはもう持ってのほか、それからとかね、えー、あとはね、どうかな、バテレンの儀、日本の地に置かせられ、えー、マジック総楼館。ここはバテレンはもう日本の地にお、あのー、ってはいけませんよと。今日から 20日の間に用意つかませるべく帰国総って書いてある。帰国の用意つかませるべく総って書いてある。20日の間に日本から出てけという追放令だった。いやー、結構きついこと言ったな、秀吉と思ったんですが、もうちょっと見ておくとね、この4つ目からガラッと変わるんだよ。これは、まあ、秀吉、うまいこと言ったな。4番目。ただしですよ。黒船の儀は、商売のことに総かん。 黒船って何だ普通皆さん黒船って言うと、黒船が日本にやってきた後大騒ぎしたのはいつ誰が来航した時ペリーでしょうあの時に黒船が4隻やってきてって日本人大騒ぎしてるんだけど、あの時に初めて黒船って言ったわけじゃないの。日本人は初めて黒船になるものを見たって、縛り小太郎に書いてあったよ。だけど、あれは嘘ですよ。 だって資料を見れば、この時代に、慶長時代にもうすでに日本人黒船って書いてんだもん。江戸時代の初めにも黒船って言葉出てきます。つまり、異国船のことを黒船と言ったんです、これは。ね。多分、油を弾く、コールタールみたいなものを塗ってたんでしょうけどもね。水を弾く。黒船と言ってたんです。だから、ここでは黒船。 これは外国船のことについては商売のことに騒動感。これは商売のことであるから、格別に、格別の、格別に候の情、格別に考えましょう。年月を経ず、所持倍々いたすべきこと。どうぞ、どんどんと商売をしてくださいと言ってる。何年経ってもこれは続けようと。で、なんて書いてあるか。仏法の妨げをなさざるやからは、 商人の義はモーすに及ばず、ね、うすに及ばず、いずれにてもキリシタン国より王冠苦しからの世界である。キリシタンの国から来る船であっても、日本の仏法の妨げになら,な,らなければ、どんどん来て貿易はやってくれと言ってるんですね。だから、このバテレン追放令というのは、非常に緩やかなものであったと。こう考えてください。ただし 宣教師たちは追放するとで言ってるけども、だから、安易に追放もしなかったんです、これ。要するにこう、パフォーマンスで出したと言った方がいいぐらいですよね。で、宣教師たち結構残ってました。だけど、まあ、ザビエルはこの命令によって一旦日本出ますけどね。また帰ってくる。そういうようなこともあって、あの、まず秀吉から最初に出た。で、これは出すことによって、 日本から奴隷売買だけは禁止になったってことはこの後明らかだよねつまりブレーキをかけたわけですでやってはいけないことと続けてこれはどうぞ続けていきましょうってことを秀吉ははっきり分けています分けていって出していますねまあこれはあのこれから例えば日本や中国との関係だとか その辺の周辺の国々との、まあ、ロシアはちょっと持ってるほ他だと思いますが、そういった国々との関係性を作っていく上でね、だって企業の皆さんで中国とのもう経済的な関係結構結びつき強いでしょ、これ。だからといって、ね。じゃあ、中国のこの、このやり方、こういうのが良くないからといって国家が出しましたと言って、バシンと全部切ることなんか、絶対にできませんよね、これ。つまり秀吉は、ね。 えー、邪法は邪法であるからキリシタンは禁止をするけどもバテネは禁止するけどキリ,キリスト教を禁止したわけじゃないですよね。まあ、そんなとこですがその彼がもう一回怒る事件が起きます。2段階ですよね。これがねこの船この船が土佐に難破してこう漂着するんですねその時に乗組員たたちこれスペインの船だったんですけどね。 あのガレオン船とも言ってますがこれをが漂着したので船を調べると同時に大きな船だったわけですよでそのスペイン人たちを尋問したんです、ね、スペイン人でスペイン人っていうのはまだその時にそんなに日本に入っていたわけではなかったんですねただ先ほどちょっと最初にちょっと言ったようにスペインはフィリピンのマニラは 総督府を置いてスペインの植民地化にかかっていましたで何やってたかというとスペインは自分のまあ要するにあの植民地国でもあったメキシコメキシコの銀を使ってフィリピンを中継にして特に中国のものをどんどんと輸入しながら中国にそのメキシコの銀を渡して自分とこは 中国からのものをどんどんメキシコに送るというそういう交易をしてた太平洋航路をね当時ポルトガルやってないスペインがやってたんですで日本の沖合をスペイン人が通っていくわけね、まあ、見,見えないところを通るわけですがたまたまそのうちの1層が遭難をして土佐にたどり着いたとでその時に来た船がこれだとこれが何という船かというと サン・フェリペというサン・フェリペ号事件っていいますでこれでねスペイン人たちを要するに尋問するわけですその中で出てきたのがあんたたちは何も知らんかもしれんけどスペインという国はこれは我々の力でフィリピンという国をねもうこれ支配してるんだと日本も同じようにするぞということでその そうういったことを、ね、話しちゃうんですね。それでもう秀吉はねこれは駄目だということで彼らもキリスト教でもってキリスト教を広めたいというふうなことも言いながらそれでそれで日本を支配したいということを指導しに行ってしまったもんですからね秀吉はもうこれカンカンにカなって怒るわけですよこのガレオン泉見れば分かりますけどねえ センターの横に何があれついてるかわかりますかあれこれこれポチ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 っといっぱいなんかいろんなものがついてるこれこれ大砲ですよびっくりしたわけですよこんな商い線があるのかしてってね大砲が何本もついてる船です戦艦ですよねでこれははスペインはね もともと侵略のために開発した船じゃなくって長い太平洋航路を行き来していましたからどうしてもいろいろな海賊船と遭遇したりとか、まあ、敵と争うようなこともあったんでしょうねそのためにこういう装備を欠かさなかったということなんですそのために船の規模は当時の日本から考えても巨大だった120トンの船というと本当に大きかったんです木造船のね こんなのが日本に来たわけでびっくりしたわけで秀吉の危機感もあって結局何やったかというと禁教令を出したバテレン追放令を出したいとにもかかわらずまだ日本にいたその宣教師や修道師を全部捕まえろということで特に京楽の辺りにいたものを全部捕まえさせたでそれを長崎に送って見せしめに 大村澄忠が長崎をカトリックの支配地域にしちゃったと言ってたでしょまあそれは解いたんだけども、そのカトリックの多いその地で、この26人を貼り付けにして、皆殺しにしたんです。これは大変ショッキングな事件でね、この絵は実はローマカトリック教会に残されている純教授の一つです。日本ではこういうひどいことやった。だから、さっき言ったルイス・フロイスの 書を読むと信長っていうのは怖いけどいいリーダーだと書いてある非常に理解があって日本の国をしっかりとリードしているんだところが秀吉のことはもう本当に鬼畜がごとく鬼神がごとく書いてある鬼みたいなやつだとだからもう秀吉のね評判悪いんですね悪いのだけど彼にとってはこれ危機感だったですよねだからこれやったわけですで 近況例を出すそれと同時にこれはスペイン戦のから得た危機感だったけど当然ポルトガルに対してもうすでに日本に入り込んできていて、ね、危機感を持ちましたでこの地図はね、まあ、その当時というのかそれよりもちょっと前なんですけどねあのー「今夜万国全図」「今夜」っていうのはまあ献上するっていう意味です。 献上されたバンコクの地図これ結構ね正確に書いてあるのこれポルトガル人のマテオ・リッチというのが宣教師が書いて今夜誰に差し上げた地図かというと世界地図かというと当時民の皇帝です民の皇帝陛下に世界はこうなってますよっていうのを差し上げたんですでこの世界地図よく見ると 世界地図の中心に描かれているのが中国なんですね。で、この文字も全部中国の文字で書いて、まあいわゆる漢字で書いてある。で、ポルトガルは大変そう言いながら民国に入り込んでこうとしたんですよね。こんなのが残ってる。で、この地図は大変興味深くてね、ここに日本が書いてある。遠くからわかりますかで、見にくいでしょうからちょっとアップします、これ。 ほんとこのふうに書いてある日本がずらっと驚くべくらい細かく書いてあるただし地政学的には全く間違ってるところに例えば三河ここに書いてあるおいおい伊豆はここだ東海道は東北になって駿河遠江三河だからこれは全然違ってますよね ただ合ってるとこもあります。山城がちょうど強度、真ん中にあるな。でもすぐ隣に岩見がある。岩見銀山ってね、もっとこっちの山陰ですよねあ。まあ、これが多少ずれていますが、恐ろしいことにこうやって日本のうちの国が六十何カ国あってっていうのは全部書いてあるんです。で、金や銀がたくさん取れるってことも書いてあります、これ。金や銀がたくさん取れるとこだと。特に銀がたくさん取れて、 ね、あのー、日本は銀にあふれている国だみたいなことが書いてあるそうですがこれは朝鮮半島がここに書いてあるが朝鮮半島についてはこれはね朝興属国って書いてある中国から見たらこれは朝候してきている中国の一部であると書いてある中国に属する国だとだからこれは完全に中国目線で書いたもので当の朝鮮国から言わせばこんなことはねえよというわけですけどもね <laughs> 独立した国ですよって言うんだけど これは当時の民国から見たら朝鮮は俗国であったということが書いてあるのと同時にここに日本海と書いてあるんですよねだから今はまあこの辺で日本と韓国が言い争いをしてますよねなんて呼ぶんだと日本海だいやいや東海だ東海だだけどこの15世紀16世紀の今陽万国全図でポルトガル人が書いた世界地図にはちゃんと この当時から日本海と書いてありますということで、これは日本の外務省があの日本海ですよということに没収する根拠になっている地図でもあるんです。でここに書いてあるよということでね。はい。まあ、いずれにしろこの辺も変ですけども、日本は完全にポルトガルからどの辺にどんな町があってどんな国があってというとこまで中国に知らされていた。 で民国支配の兆候というのはこからこからだけではないんです。マテオ・リッチをはじめポルトガル人が民国に入ってきましたけど民国はその当時ね解禁政策っていうのを取ってたんです。解禁海を禁ずるこれは何かといったら領民が海を渡ったりすることを一切禁ずる外からこの港に入ってくることも禁ずるそれを 解禁と言います。だから全く貿易を禁止しているというわけではありません。これ大ヒントですよ。なんて言っちゃうかんけど。解禁というのは、その両、外に海賊がたくさん当時いたんです。海賊。それは特に和光と言われてますが、日本人の海賊と誤解をしないように、和光の乗組員の半数以上は中国人です。それからあと日本人や韓国人も混じっていました。ね。 そういう海賊船の和光が中国の港によく出没しては襲ったり物を奪ったりしてたんですでそれは今に始まったことこの時に始まったことではなくってもうすでに最初に民国があの主権帳が作りましたよね民国を作る民国の最初の構想からこれは解禁政策を取ってるんです「和光怖いよ嫌だよ」 だから日本との正式な長光戦と彼らは呼んでるがそういう長光戦のようなものは受け入れてたんですだから日民貿易というのは日本とは室町幕府の間足利義満の間にはあったんですね日民貿易ただしその時にはこれは完全に正式な幕府の室町幕府の船だっていうことが分かるように札を作って合わせただから看護婦と言って看護貿易と覚えたでしょ ね。そのためですよ。で、この解禁政策は以後もずっと続くんです。で、あのー、だん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 こう閉鎖的になってくるんですけどもね、領民の都会公益制限をしていた中で、当時、ポルトガルがそこに接近をしながら、民国に対する公益権の確保をポルトガルが独占的にするようになります。ここを秀吉が一番嫌がったんです。 なぜか。民国からどうしても欲しいものがあった。日本は。何か。ね。で、まあ、対ポルトガル安全保障と書きましたけど、これを嫌がった理由は、あ、しまった。ここ飛ばしちゃったな。まあ、今日はちょっと今から説明しておきますが、キートなんです。キート。 つまり、絹の、絹織物の原料になる生糸。何日本だとてお蚕さん買って生糸取れるじゃん。あれは、江戸時代以降です。日本の生糸が優秀になっていったのは。この当時は綿がやっぱり中心で、生糸は物のいいのはあんまりできなかった。で、ほとんどが中国からの輸入だったんですね。で、秀吉の頃になると、戦乱も収まってきまして、宮廷、 朝廷はやっぱり絹織物の着物をこれは当然着用しますそして日本の武士たちも武家たちも位の上がったものは絹織物非常にきれいですからねあれを着たがるんですよねだから絹の需要が非常に増えてまだ日本ではそれほど生糸の生産がされてなかった ということと中国産の生糸の品質は非常に良かったということですだから欲しくてしょうがないのをポルトガルが独占しちゃったんだよねで、えー、そのこともあってこれはポルトガルを民国から追い払いたいポルトガルの独占を民国からなんとか除去したいその意図もあって 民国に攻め込もうと考えた。そういうふうにも考えられています。ただしこれはそういう論説です。清民思想といって、信長の頃からどうも日本を治めたら日本だけじゃなくって民の方にも出兵をしてどんどん領土を広げようじゃないかという思想は確かに信長の頃からあったんですね。で、それは秀吉も知ってました。 だから信長の持っていた清民思想を民国を征服するという思想を秀吉も受け継ぐよという形でねあの民国に出兵したんだという言われる研究者もいますが僕はこのキーとの独占というのが一番大きかったと思いますねまあそんなこともあって民国への出兵を意図しますその民国の出兵するのに周りから 日本の国王の秀吉は大変権威があるぞっていうのを示したかったんですね。そのために、もうすでに植民地化されている、そういった地域に、俺んとこにも朝貢に来い。そういう命令を出してるんですね。無謀にも。このの一,一番最初に出したのが韓国ですよ。朝鮮国に。あれ、中国の属国になってるでしょん俺んとこにちゃんと来い。古代から、 朝鮮国は日本が支配してたんだという、まあ、誤った歴史の読み方でねあのとんでもない手紙出してるんですよね。高麗国へもあの仰,せら仰せつけられたけどですね。一種は日本王宮へ来年中にご対面なされ候うようにとの仰せ,仰せられように候ろう書いてある。これは対馬の宗氏に出した命令です。来年高麗の王を方あの 一緒に伴って連れてこいということはね、あらあら、対馬の捜査に困っちゃいましたけどね、このあたりからおかしくなります、九州五分国の次第というところにこの部分が出てきますがね、朝鮮国に対して兆候を促しています、当然、朝鮮国は、立朝鮮はこれを拒否します。こここのの拒否したととろでまあ俺の言う聞けよ の他にもね、琉球国にも出してるんです、これ、沖縄にも、島津氏を通して、兆候に来い、からフィリピンにも出してます、出してるのを見ると、フィリピンにも日本に兆候に来い、それからまだある、インドにも出してる、インドの福王というの、この福国王ですがこれはポルトガル人がやってたんですね、で彼らに向かって日本に兆候に来いとか、で全部断られてる、当然ですよ。 全部断られたんだけど秀吉にしてみればそういうことをやることによって自分が民国に出兵する時の世界の国々が見たその周辺の国々が見た権威づけをしたかったというのが多分本当のとこだと思いますで朝鮮国も拒否したその結果朝鮮出兵が起きたまあ朝鮮出兵については今日は軽く あの、名古屋城っていうのを築いたというのは何県だと思いますあそこの名古屋城とは違うってことは皆さんご存知ですよね、当然。で、名古屋城、この字を書きます。実は、日本最大級の城だったんです、これ。朝鮮出兵のために。で、よく間違えるのは、元が日本に襲来した時に、日本を守ったでしょ赤竜を築いて。鎌倉時代。あれは何県かというと、福岡です。 ここ朝鮮出兵は佐賀県ですあとの三角こっちでここが現行貿類があるところねあの福岡に近いとこですよねそれからここに名古屋城というのがありますあの場所は違いますがこの名古屋城ね行かれたことある方見えますかこの中にうわ本ほんとすごかったでしょ 僕行ってないんですよ。行ってないのより偉そうなこと言いますからね。勘弁してください。だけど、見る限り、図面見る限りすっごいです。で、ちょっと簡単に紹介しますとね。これはその当時の名古屋城の本丸の絵図です、これが。この周りに他にもいっぱいあるんだよ。こう本丸は真ん中で、その周りにクロもありますが、屋敷も立ってるんでしょ。 これ大名の屋敷が建ってるんです。全国から民、要するに朝鮮出兵させるために大名を集めたんですね。この時に家康は行ってるかと言ったら、行っています。ここに。だから、徳川家康、の本陣の城の跡っていうのも残ってます。全部石垣済みです。で、本体は残ってません。石垣しか残っていませんが、もう強烈に大きい。 この中には、だから向こうの方にもちょっとなんか書いてありますが、この周辺に何20ぐらいの大名の本陣が作られて城が作られた。全体の規模は強烈です。これはね、攻め込むために作ったのと同時に、向こうから攻めてきた時にここで絶対に守るんだという作りで作った。そういう意味もあったと言われているだ、ね。だから よく誤解されるのは最初の文禄の駅文禄慶長の駅って2回やるんですけどね文禄の駅の時に出兵している中に石田三成は行ってます入っています石田三成は朝鮮まで出兵して戦ってるんですねはいだから彼はずっと日本にいて何にもしなかっただから朝鮮出兵して苦しい思いをした加藤清正や福島正則たちが激怒したっていうのは 後半の方はそうですけど、前半彼は言ってるんですね。で、彼が、その、元々の豊臣の大名たちに嫌われたのは、何の目的で言ったかというと、向こうの戦況の様子を事細かく、秀吉に報告するために使わされたんです。で、自分も戦ってるんですよ。で、秀吉は一番その報告で信頼に足る人間を石田三成だと考えてた。当然ですよね。頭もいいし。 きちっと見るそこに自分のことがどのように秀吉に報告されたのかでケンケンカクカクになっちゃったおい俺もっと活躍しとるだろうもっとよく書けよみたいなもんですよだから三成は本当に損な役割をやったわけですねまあ最初の名古屋城にはいたんですよ肥前名古屋城これ実際の名古屋城をまあ コンピューターグラフィックスでちょっと再現したい。こんなのが立ってたんです。九州の佐賀の土田舎、海辺に。本当に行ってみた。で、この石垣はどうなったかって、今でも残ってる。うん。石垣はね、これは、あのー、向こうにずーっと見えるのが、そう石垣ですよね、これ。ずっとね。はい。で、手前がこれ堀跡だと思いますけどね、大変立派な公園になっています。今では、 ここをもう一回この城を復元してっていう話もあるようですけど、とんでもない。そんなんできっこない。うん、規模が違うし。ね。あの、ただ、まあ、こうやって整備して公園で残してあるてわけですから、まあ、あの、佐賀の方にも行くなことがありましたら、一度ご覧になってみてほしいと思います。さあ、最初の朝鮮出兵は、いいですかどこに、 全軍が集結したかというと、あそこに書いてある。ね、カラオケでも有名になった、プサン港。文禄の駅。文禄の駅で残っているのは、この絵です。これ、プサン、純拙寺。プサン、チン、純プサン城ですね、本当は。プサン、チンって書いてあるのは。プサンの城の純拙、落ちた時の。で、これ、周りにわーっと、 ね、この壁類の周りにいるのが日本兵ですでここ守ってるのが朝鮮の兵隊ですがこれを今から押し寄せて攻めるんですがこの部分だけじゃなくてこの海を見てください海何が書いてあるかというと船ですあれ海が全然見えないぐらい船がぎっしり日本から攻めて押し寄せている図です あの船にたくさんの人が乗ってます。あれ全部日本の兵です。圧倒的な勢いで最初、プサンを攻め落とすんです。ね、攻め落とす。で、ここから、プサンから黒色の矢印で書いてあるのが文禄の駅ですが、この小西幸長と加藤清正というのが競うように朝鮮半島の方、進軍をしていきます。で、どんどんやられちゃいます。 ところが途中で民国がこれやばいなということで援軍を出します。それから海の方では補給を立つためにね、イ・スンシンというのが出てきて朝鮮海軍が大活躍をするっていうのを今でも誇りにしてますよね。も、ま、う、あ、そんなことがあってですね、文録の駅も少し行き詰まりを見せてきます。最初はものすごい 激しい勢い勢でで攻めててったたんですがね行きき詰まりを見してきた、まあ、そこであの秀吉があ自分の家の秀頼のこともあって一旦兵を引くんですね引いたんですがまた朝鮮国がちゃんと長考せよと言っても真面目にやらなかった来ても我々は宗氏がね <laughs> その改ざんしたんですけどね文書をあの 間に立った宗主は困っちゃいましてねで怒った秀吉が「や今度はやめろ」って言ったのに「慶長の役を起こす2回目のこれには家康公も反対をしました反対をしたやめられるべきではありませんと言ったんだけど秀吉はもう聞かなかったって言うんですよねであのの慶長役 この苦戦のさなかに秀吉が死んでいきますが、このウルサンの牢状の図の屏風というのを見ると、これが面白くてね、福岡市の博物館にあるものです、これ。これ、攻めているのが今度は朝鮮の兵です。で、守っている、この黒輪の中で守っているのが日本兵ですが、ね、加藤清正たちですよね。もう、やられる寸前までいきます。でも、なんとか粘るんですね。粘る。 でも、兵糧が行かなくなって大変苦しい思いをしてね、ねもう本当に草を噛むような戦い方を強いられる。これ攻めているね、朝鮮の兵の中にね、猿が鎧を着て攻めてるシーンもある。<laughs> はい。どこだったかな。で、それを見たときに何だろう、これはと思ったらね、猫の手を借りるっていうの言うけど、猿の手を借りて攻めてるんですね。それほど、まあ兵が足りなかったっていうのかな。 どうなのか分かりませんが、みんなで攻めたんだっていう意味なんでしょうかね。はい。まあこれで引き上げさせたのがイエスコです。全面撤退させます。で、ここからが彼の進行調です。いいですか。キリスト教との関係、朝鮮中国との関係、秀吉はどうしたか。朝鮮や中国との関係は彼は完全にこれでぶっ壊しちゃいました。 木糸が欲しかったけど、それすらももう全然、ね、閉塞的な状態になった。そこで秀吉死んじゃったんです。で、秀吉死んじゃった後に引き受けたのが家康公でしょ。その後日本をどういうふうにしていくのかって、苦心散々してる時に貨幣の製造も行ったりしてるさなかで1600年に関ヶ原の合戦が起きて、 家康は全身全勢力をかけてそれに立ち向かって他のことは何もしてないようだけど関ヶ原の合戦は彼がやろうとしていたことのほんの一部ですまだもっと国家のために大きなことを彼は一生懸命考えてやろうとしてたんですねそこを見逃さないようにしてほしいと思いますこれはね京都の報告神社という 秀吉を祀っった豊国神社っていうのがある奉公寺という釣り金事件がありますよね。あの奉公寺のすぐ隣が豊国神社。報告さん、報告さんと呼ばれてます。そのこっちが、行かれたことあるかな京都の国立博物館があります。私はそこの会員ですから何回も行ってますが、あのー、そのね、報告神社からね、ちょっと一本入ったところ、広い通り沿いですよ。これがあるんです。 これは僕は気が付かなかったんですね。つい最近です。で、写真撮ってきて、これ何だろうと思って見て、説明文があったので読んだら、これが朝鮮半島で戦った時に日本兵がね、向こうで殺害した朝鮮人たちの耳を全部、首の代わりに首な持ってこれませんから。日本人っていうのは自分の手柄を示すのにね、敵の首を持ってくるんですよ。首を。だけど、それはできませんから。 全部耳を添いできたんですそのおびただしい耳が日本に届くんですが、まあ、そんなもの置いといてもしょうがないですよねだからその耳を丁寧根節に丁寧に葬った塚がここでこれ耳塚といいますうんまあここに行って自分も手を合わせてきましたけどね朝鮮の人たちの耳がここの中に入っている朝鮮出兵の時の さあ、民の解禁政策は相変わらず強い、両民のと会プラス、朝鮮出兵による朝鮮国との関係の断絶、つまり非常に閉塞的な状況でバトンを受け取ったのが徳川家康でしたということを認識してください。で、彼の外交というのは、ここから真骨頂になりますが、その彼の外交に対して、 強力な助言をしたた外国人が2人がが出てききます彼らが大きかったです、ね、これリーフ・デゴーというこれはねあのオランダの船なんですねこれがね日本に来ていてそしてそれが遭難します文豪の国に遭難した時に乗っていた2人が代表としてエスに謁見しました 1>, 1人がヤン・ヨウセン、ね、もう1人がウィリアム・アダムスで。アダムスが要するに航海士です。からヨウセンはエンジニアだったんですよね、確かね。で、この2人が家康に謁見するんですね。そのときに家康は最初からこう罰を与えるような接し方をしなかったと言われてますよね。これは三浦按針の書物を読んで、今、一生懸命読んでるんですが。 書いてありますねそうすると非常に興味深くこの2人の話を聞いて聞いてくれたで最後は「お前たちはあの野祖会か?」っていうふうに聞いたら「野祖会ではありません彼らはプロテスタントでしたイギリスオランダ、ね、ですから、ね、あの危ないと思ったのはその時にイエスコにくっそばにいた イイエズス会イエスローマカトリックの連中あいつらはよからぬことを吹き込むからすぐに処刑しましょうという残言をしますがイエスはそれを聞かなかったいやほんのことはない彼らからもっと世界の情勢を聞かなきゃいけないということで彼らがいてきちんと正確な世界情勢をイ家ス公は把握したということが言えますでこのヤンヨウセンもウィリアム・アダムスも後には 旗本もに取り上げられて、武士になったんですね。イエスが大変信頼をした。で、ヤンヨーステン、まあ、屋敷は、今、新幹線の東京駅のとこ、ヤエス口ってあるでしょあの、ヤエスに屋敷を持たせた。だから、ヤエスというのは、このヤンヨーステンから来てます。生ってヤエス。それから、ウィリアム・アダムスっていうのは、三浦半島の横塚のところに、 領地,を領地も与えたそして名前も三浦そして船を案内する人という意味で安人という日本名を与えて青い目の侍と言われたんですよね家康公にずーっと付き従って彼のために一生懸命頑張ったこの二人の外国人これは存在が大きかった彼らから得た正確な情報そういったものであの家康公というのは これかでこのまず東極東アジアの閉塞的な状況についてはねもう早くその朝鮮国と会って話をした方が良いでしょうということは彼らじゃなくっても言って言われていたと思いますねそんなことであのー、外交その後後に朝鮮国とのこの が復興してきますがその話はあとねイスの外交の一番は何と言っても解禁をやめさせることを考えたでこれ勘語はもう聞かないってことが分かっていたので幕府が交付する証文を持っていきなさいと攻撃したい船はそれによってそれによってこの証文を持ってる船は安全だ和光ではないぞという証拠にして 冒険しましょうと、一ったこれ、日本より、字っていうのはよりです。日本より至る、どこに、公四国に至る。公四国っていうのは、今のベトナムですよね。え、公地とも言いますが、公四。これだけ強調していってますからね。いいですか。で、公四国というのに至る、この朱印状が残っています。安南に向かう朱印状も残っていますがね。今日は特に公四国の肉船であるよということを証明している。 主因がここにあります。ですから、これを持った船のことを、幕府が認めた船ということで、御主因船と言っている。御主因船。で、これは和光死亡液を、精金するために作られたもので、ね、これを持っていけばよかったんですが。でも、受け入れる側としては、この船が御主因船かどうかわからないでしょそのために、 ここれはこうですねそのために船のへさきに旗をつけるようになったんですこれはどこの誰の船か分かるようにしたでこの時以来ですよねまあその前にもやってま国のどこの国の船か分かるようにする <laughs> どこの所属か分かるようにするっていうのが今の公開法では定められているけどこの頃からですだからこの船が来ると「おマヌヘーと書いてあるぞ。 これは衆院船で末次平蔵の船だっていうのが末次平蔵船だっていうのが分かるようになってたんですね。でこういう船がやってきたら御朱印もちゃんと見せられるということであります。さあ日本はこの徳川家康からヤンヨウ泉やウィリアム・アダムスの,あの助言もあってこれだけ東南アジアの他の 特にポルトガルなんかには負けないような進出を果たしたんだよってことをねちょっとしとってくださいまあこの辺はいいでしょうああこれ覚えるといいって昔やったことあるけどいいですでこのイギリスやオランダスペインポルトガルと日本との交易の関係っていうのはねまあ日本はなキートが欲しかったっていうことねそれから鈴鈴、えー、っていうのはこれは鉛 と合わせて鉄砲の玉が作るのに必要だったんですよね。鈴。あと特産物や希少品とありますが、ひたすら日本からは金、銀、銅が出ていきました。特に銀がたくさん出ていったんですね。まあ、こんなのが日本とこういった国々との交易だったんですが、一番問題だったのがこの中で一番下に書いてある国。ほら、何を独占してた民国の。 これ、キーと。キーと独占しちゃったのはポルトガルですよ。この対抗、これに対抗するために何やったかしたらね、も、ま、う、あ、とんでもない政策なんですが、頭のいい政策をやったんです。これ何かこの証書を出させた。これは、糸割りふと書いてあります。糸割りプ銀割り、私の覚えて書いてあるんだね。で、これは、これだけの、 銀割り渡し。つまり、これだけの量の糸を銀、どれだけで買うかっていうのを決めたよという値段の、値段が決まっ、これで決めたよっていう証書です。これ銀、これね、銀なんて書いてあるか、25両5分って書いてある。に、これを糸年寄りが決めた。糸これだけについてこれだけの値段だよって。これを何と言うかというと、 糸アップ、銀割渡少々覚えがきですが、糸アップと呼んでいます。これで、この値段を決めるのを、糸商人を決めて、代表者は、この価格以外は、一文単足も買いません。それを決めたんです。ポルトガルは売れなくなっちゃったんです、この価格でないと。これ、独占ですよ。今は禁止されてますけどね。 だけど、この当時は、そういう意識はありませんでしたから、対抗するために、これ決めたんです。で、ポルトガルは、じゃあもっと安いとこで、もっといいとこで買ってもらうよ、っていうことが、日本だとどこ行ってもできなくなっちゃった。で、この価格を通して、日本の商人たちには自由に、この価格ならどうぞ、ということで、販売したんですね。だから、一気に、ポルトガルの企とが日本に入ってくるようになったんです。これを、 これを実現させたのが、誰かというと意外な人間だった。これ、だから糸ワップというのは、こっから来てます、ここ。あそこにワップがあるでしょ糸ワップ証書を出した。これが黒船、これ着岸の時って書いても黒船。ここでも出てくるんだよ、だから。外国の船が着岸した時にっていう意味で。これも黒船って出てくるんだもん。だから黒船ってのはこの時代から、 呼ばれてたってことねでなんて書いてあるかというとね黒船着岸の時うん定め置き年寄りどもの値、ね、これは値、ね、根、ね、っていうのは値段のことです定め置いた年寄りたちが決めた値段でやれって書いてあるんですいたさる以前の以前にですねあれはね諸商人が長崎へ入ることを許,さ許しませんよとこう言ってるつまりこの値段以外ではもう長崎にも入ってきちゃダメですと いうことを言ってる。そういうふうに、もう値段を日本の方で決めちゃいましょうと。全部それを決めさせましょうと。意図のね、愛定め総上は、どうぞ、万望次第、ね、商売いたすべく、ものなりと書いてある。この値段で、良ければ、どうぞ好きなだけ商売していいこれはね、独占だったけど、必要な独占だった。で、ポルトガーはこれに負けた。 で、日本にはキーとかどんどん入ってくるようになった。これを進言したのが、ここに名前が書いてあるんですこれ、なんて書いてあるかと、一つはこっち。もう顔を見ると、ね、本田くんわかるわね。あんたんとこの顔かな、これ。本田光助之助です本田光助之助っていうのは、本田正純のことです。本田正純。三河牛です。それからもう一人が、これはびっくりした。板倉って書いてある。 板倉クラ・イガノカミ。これが板倉クラ・です。彼は僕、を共闘症時代しかやってないと思ってたらね、貿易に関することでも中枢になってやってたんだね。この二人の頭脳が糸アップを出して、そして日本をキーとポルトガルの独占から救ったんです、これ。これは賢いやり方です。当時、他の国ではこんなことはきっと思いつかなかったはずです。さあ。 これは、ねあのー、最後、ですねちょっと話して終わりましょう、あのー、スペインの今度はフィリピン総督のドン・ロドリコまたスペインの船が、ね、千葉沖で遭難するんですがそれを当時、大滝藩主であった大滝上司であった本田忠勝の次男本田忠友というのが藩主でした上司だったあれが全部幕府の命令で救助したんですね全部じゃないですけどね。 命命のあるものは一生懸命助けけたわけでそれに感謝したロドリコでしたがイエスコの駿府のイエスコ,スエスコに謁見しますその時にイエスはねスペインの船が太平洋を通ってるなら日本に寄ってよと言ったのよ日本に寄ってくださいよと日本に寄ってでそれは裏側に寄ってほしいとで裏側で日本と交易しましょうよとこう言ったこれイエスの願いだったんです 最初から排除してなかったんです。で、通称を求めた。で、その時に、帰る船がないメ、メキシコまで帰る船がないもんだから、三浦安人に命じて、あのガレオン船、120トン級の船を作れやと言った。で、杏人はものすごい重圧を受けたけども、これ、安子の命令だということで、船大工の経験も多少あったもんですから、一生懸命頑張って、すごい船作ったんだ、これ。 120トンの世界でも最高級の船をそれに乗って日本からも杏人杏人と一緒に作ったその河合という武士も一緒に乗ってメキシコまで初めて行っていますその船また帰ってきていますねえこれはねすごかったんですよ帰国船の建造ほらスペインの国王は喜んだ喜んでフェリペ これは三世だったと。僕は二世、二世で書いちゃったけど、ごめん。フェリペ、三世か二世、どっちか。ちょっと見ておいてください。<laughs> ごめんね。あの、そこの、透霊誌をよこして、これはビスカイノって言いますが、この人、この人をありがとうございましたという使いでよこしたんです。日本に。その時に彼が持ってきたのが、国王からのお土産、プレゼント、お礼の品ですと持ってきたのが、いよいよ国宝になろうとしています。 それは何だか、分かるでしょうか。久能山東照宮にある、これ、洋時計です、スペイン製の。で、これ200年、300年か、もっとか、この時だもんね、もっとだよね、400年以上、ずっと眠ってたんですけども、この間、数年前にスペインまで修理に出したんです、これ。そしたらびっくりしてた。 傷んでません。歯車もほぼ正常に動きます。多少の部品を交換したけども大丈夫だった。これも久能さん東証宮にありますよ。ただしこれ今、お金にすると奥ですよ、奥。だから欲しいなと思ってもちょっと無理。だけど欲しいなっていう人に、静岡の時計の会社かなんかがね、思いっきり同じ形のレプリカを作りました。これは買えるかもしれません。 1>, 1個、同じ大きさで、1個20万円。はい。で、石谷さんどうって言われても、ね、嫌だしてって。うん。ほんで、考えてみたらね、1杯飲みに行くのを20回やめればね、買えたかもしれませんよね。あの、本当は欲しかったなと思ったけどね、これ見つかった方がね、あのおられまして、この商工会議所の前全前,前,前副会頭、あの、会頭さんだった方が買われてね、あの、一つは、岡崎のリブラに一回展示してありました。 今、今、展示してない、残念ですけどね。一回目ご覧になるといい。はい。だけど、日本との通商条件についてはね、キリスト教の福を認めようと、こうやって言った。それから、太平洋沿岸の測量させてほしいと、船が着くんだから。これは、バークはダメだって言って拒否した。だから、スペインとの国交は成り立たなかったんですね。残念ながら。 まあすいませんまあ時間がないですからあのこういうキリスト教容認から岡本第八事件高山右近の事件なんちゅうのがあって追放があっていよいよ家康も禁教令に入っていきますそこは最後のとこですからねで貿易港を制限してあの最後長崎の出島にしたのは家康の時ではありませんからねこれは家光の時に完全に鎖国をするという。 そういった状況になっていきますよ。まざくっと言っておきましょう。オランダ国に限定をしていくという結果になっていきます。はい、いまあ、鎖国の内容については、この4箇所をどうですかね？ちょっと意識。これ前美白でやったんですよね。この展覧会も4箇所あったんだよ。で薩摩琉球国との交易は薩摩。 が窓口になってますが薩摩は琉球を信仰してね自分の属国にしてんですよねそれは推奨しての家康公ですからだから薩摩のものは入ってくる薩摩に入ってくるんだこれは何かといったら琉球は中国のものが入ってくるんですあそこ中継点になってねそれから松前アイヌとの交易あごめんそれから長崎はオランダとの交易出島ここにいた小官庁を カピタンと呼んでます日本に毎年散布するということになっていましたがまあ後半はだん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 間隔が伸びるんですけどねカピタンというのはキャプテンというのの要するにカピタンあのオランダ発音ですですからカピタンと言ってるそれから朝鮮国との交易は対馬これも結局はあの朝鮮国の これは将軍対して言いますね。あの、会談をして復興します。その時に言った言葉がね、ね、よしみをかわし、よしみをかわし、誠を通わせようではありませんかと言った。よしみをかわし、誠を通わせ。ここで通信しというふうになったんです。通信、携帯で通信することを言ってるじゃないです。よしみを通わせ、誠をかよ、誠を通わせるというね。 これ通信使という意味です。まあ、そこで、えー、慶長12年からあとは、合計12回ありましたかね、朝鮮国より、あのー、朝鮮通信使が日本にやってくる。完全に国交回復。ということで、もう時間になってしまいましたね。あのー、長々とお話をしましたけども、あくまでも、外交政策は今までと同じです。全体のうちの70%、 ままで行くかかかどうかは分かりませんがやっぱりその30から40%は徳川家康子の基本問題が出ますのであのそこでも頑張って稼いでいただきたいと思いますがあの今日言ったのは骨ですからあそういうことだったのねということでもう一回読んでいただければもうちょっと入ってくると思いますあの最後の方ちょっとはしょってしまいましたが家康公は平和外交に向かっていきましたよという。 だけど平和外交というだけではありませんでしたけれども、キリスト教は信長、今度秀吉から引き継いで禁教令を出してきた。まあ、こういったことも認識はしておいていただきたいと思います。どうも一気に今日はしゃべりまして、すいませんでした。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。